東城大学生物生命学部応用微生物工学科。今日は実験を3密を避けてやっているみたいなので、実際に行ってみましょう。では食品に医療、農業、環境エネルギーとバイオテクノロジー分野で研究者ちょっと待ってくださいね。36.2 度。はい、36.2。はい、36.1。カマンガン酸カリウムっていう試薬を入れて、水がきれいか汚いかをバッと見ると。この実験はどういったことに役立つんでしょうか？これは環境で、例えば水が飲めるとか飲めないとか、はい、きれいとか汚いとか、そういったものを測定するのに、職人会社とか下水処理場なんかで水をきれいにして、それを川に捨てていいかどうかを最終的にチェックする工程です。汚染を行っているんですね。今赤紫の色してますけど、この色が残ってたら実験は成功です。なくなってしまったら実験をやり直しです。あんまり知識がなくても教えてくれた先輩方も一緒に教えてくれる距離が近いから、そんな心配しなくても誰でも楽しくやってる。微生物工学科のサルクは最近新しくなったということで、ちょっと覗いてみましょう。グラウンドも見えます。今から4年生の研究室に行ってみようと思います。こんにちは。4年生ですか？はい、今どんな研究を？ネギの病気に副反応病というのがあります。はい、それの病気を治す作用がある菌を育てております。就活とかもしくは進学とかって考えてますか？就職会長、就職を、あ、もう内定されたんですね。どういった業界に？はい、食品業界。食品業界、研究内容を活かせそうですか？そうですね、ちょっと見てるところがあるので、これから頑張りたいと思います。はい、ぜひ頑張ってください。実験が好きな学生には応用微生物工学科って一番合ってるかも。